皆さんこんにちは、社会学会へようこそ、お越しくださいました。ご存知の通りちょっ と、この静岡大学は山の上の方にあって、なかなか結構歩くの大変だったんじゃないかと思います。よく本当にお越しくださいましてありがとうございます。それではですね、こちらの方ですけれども、まず、社会学科の教育のあり方というのを少し、説明させてください。まず、ですね、社会学科というのは、実は、3つのコースと7つの分野から成り立っています。その後、細かい話を、学生の皆さんからやっていただきますけれども、人間学、それから心理学、そして、歴史考古学という3つの、コース。その下に、哲学、倫理学、社会学、文化人類学、日本史、世界史、考古学という分野が属しています。心理学のみが一つのコースとなっています。このように、3つのコースから、学際的な研究を展開しているというのが、うちの学科の特徴になります。それではですね、早速ですけれども、学生の皆さんの方から、各分野の、紹介の方に、移っていきたいと思います。じゃあ、お願いします。では、こんにちは。これからは哲学、倫理学分野の説明をさせていただきます。私は哲学、倫理学分野3年のナタニアと申します。よろしくお願いします。では哲学、倫理学分野では何をやっているというか、人命の前提を問い直し、人間とは何かを探求するということです。私たちの魅力とポイントは3つあります。1つは Critical Thinking Power、 それは深く考え世界を分析する力を養うということができます。また存在や知識や人間の本質についての深い問いに挑戦できるのも魅力の一つです。二つ目は Debate Mastery です。それは説得力を持って議論するためのコミュニケーションスキルを磨くということです。そして最後に Personal Growth、 それは思想家との対話を通じて自分自身の信念と価値観を発見し洗練することができます。そして哲学、倫理学分野の授業について大きく3つあります。例えば講義では哲学概論、西洋思想史、哲学思想概説、ギリシャ語、ラテン語などがあります。演習や自習では講義で学んだ知識を生かしてグループなり一人で実際に文献を読みながら自分のテーマについて研究することをやっています。最後に私たち分野のホームページもありますので、もし興味を持った方はぜひこちらも見ていただければと思います。以上です。哲学、倫理学分野の説明は終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。社会学分野3年の小出と申します。僕からは人間学コース社会学分野の紹介をさせていただきます。で、社会学ってあまりイメージつかない方も多いと思うんですけど、現代社会で生じていることなら何でも対象にしていて、社会問題と呼ばれるものであったり、そうでなくても気にかかって研究したいものがテーマになります。ただ、これを共通して考える枠組みがあって、それは、それをもたらしている社会の大きな仕組み構造や、作り出してきた歴史に着目するというのがあります。例えば社会学で映画をテーマに扱うことがあるんですけど、映画を見て感動したとか泣ける映画だなって思うのはちょっと研究にはならないので、社会学で映画を扱うときには、
その描かれ作られた作品の背景みたいな、戦時中に作られた作品だからみたいなところであったり、登場人物のジェンダー意識がどう描かれてるかみたいなところに着目しています。で、具体的に、扱う領域はこのような形ですごくいろいろあるんですけど、家族、ジェンダー、環境、福祉、教育、格差、地域社会、メディアみたいなところを扱っています。社会学です。その卒業論文を書いていくの時に、ドラマとか映画とか漫画とかアニメとか、すごく皆さんの身近なものを扱う人もいます。で、例えば僕は教育について関心があって、不登校について卒業論文を書こうかなって今考えているところなんですけど、そういうメディア系じゃなくて、ちょっと硬い感じのことをテーマにすることもできます。で、カリキュラムの特徴として、社会学について学ぶ以外にも、調査法演習っていうものがあって、実際に調査をするっていう授業があります。で、社会学でやる調査は大きく分けて2種類あって、1つ目が出席調査っていうものです。これはインタビューであったり、観察をしたり、雑誌や新聞の、分析をしたりするの調査が当てはまって、こういった授業もあります。で、もう一つが量的調査というもので、これは調査票を、作成して、アンケートですねを作成して、集計して分析を、統計分析をするっていう授業になります。で、統計と聞くと数学が得意じゃないと難しいんじゃないかって不安に思われる方もいると思うんですけど、計算自体はパソコンの専用のソフトがやってくれるので、全然それを指示するだけなので、数学が苦手でも大丈夫だと思います。で、こうした演習の科目を含めて、いくつかの科目を取ると社会調査士という資格を取ることもできます。で、先ほど申し上げた量的調査法演習の、これは分析会の、報告会の風景で、これは今年の写真じゃないんですけど、僕も先日こうした分析の報告をして、自分でやった分析を、プレゼンをして説明するみたいなことをしています。はい、社会学分野の紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんはじめまして、これからは文化人類学分野の発表を始めていきたいと思います。まず文化人類学っていうのは、主にフィールドワークを通して人の生き方の多様性を明らかにする学問となります。具体的には、こう自分とは異なる考え方だったり生き方があることを実感して、自分が普段当たり前だって考えていることを、これは人とか人の生きる時代とか国によって違うんじゃないかっていうふうに見直していくことがメインになります。またそれによって新しいものの見方を得たり、今とは違う生き方の可能性について考えたりします。文化人類学の主な特徴としては、3年次にフィールドワーク実習を毎年行っています。これは静岡県内の調査地に4泊5日滞在して、学生が事前に何度か調査地を訪れて、自分が興味のあるテーマを設定します。そして4泊5日その調査地の方々にインタビュー調査を何度も行って、自分が興味のあるテーマをどんどん深掘りしていくことで、静岡大学に帰ってきてから、長い時間をかけて報告書を作成することになります。これは2023年なので、去年のフィールドワークの様子です。去年は静岡市駿河区久能で調査を行っていました。ちなみに今年の3年生は田郷浦で調査を行っています。そういった経験が、4年次では自分で調査地を決めてテーマを決めて卒業研究をするんですけど、4年生の研究にこういう経験が生きてくるかなと思います。次に免許資格卒業後の進路についてです。文化人類学では専門の学びの他に所定の単位を取得することで、教員免許だったり社会調査士学芸員の資格を得ることができます。卒業生の主な進路としては、公務員だったり一般企業など様々です。
まあ、公務員は県庁だったり市役所などの地方公務員が主なんですけど、まあ、国家公務員を目指す方もいます。そして人の生き方の多様性を尊重する文化人類学っていうことの学びを生かして地方行政の現場で活躍する卒業生もいます。国家公務員で主に裁判所の事務官や労働局の職員になった方もいます。この写真を見て分かるように結構留学生も毎年数名いるので留学生との交流を、したい方にもおすすめです。もし興味がある方はこちらから文化人類学分野についてアクセスしてもらえると嬉しいです。以上で終わります。それでは心理学コースの説明をさせていただきます。自分たちは2人とも大学院生で修士1年の水野と筑田が紹介させていただきます。一番最初に現在心理学コースに何人在籍するのかっていうと教員が先生方が7名で学生が67名ってことで合わせると74名っていうことで、まあ、発表会とかするとこの教室の半分ぐらいが埋まっちゃうっていうぐらいの人数が在籍してて最近は結構人気のコースとなってます。で、心理学コースで学べることとしては、まあ、たくさん書いたんですけども、まあ、4年間通して心理学が どういう学問なのかっていうことが知ることができるのと、じゃあそれを研究するために何が必要かっていうことが学ぶことができます。で、あと最近だと国家資格である公認心理師、まあ、心の専門家と呼ばれるような資格を取るようなプログラムを取ることができます。で、ここの心理学コースに在籍してたなメンバーの中では、そのまま大学院の方に進んでより専門的な知識を学んでいく学生もたくさんいます。で、心理学コースの4年間としてはこんな感じの流れにはなってるんですけども、で、特に1年から2年1、2、3、4年生でこういう流れになってるんですけどちょっと見づらいかもしれないですけどスライドで太字になってるものが多分あると思うんですけどこれは公認心理師っていう資格を取る際に必要な科目となってるんですけどもまあ、結構多いんですけど、まあ、どれも楽しい授業ばっかりなのでです。で、コース選択は1年から2年に上がるときに心理学とか他のコースから選びます。で、2年生から3年生に上がるときにゼミ、自分のどういう研究がしたいかによって自分のゼミ研究とかを、とか先生とを決めていきます。はい。次、ここのスライドでお伝えしたいことは大きく分けると2つで、まずこれ、3年生の時間割になっているんですけど、授業名見てもらうと、大体どれも心理学関係の授業で、もう3年生以降は心理学をとにかくたくさん勉強できるっていうのが心理学コースの特徴です。で、他の大学の心理学コースとの違いとしては、結構大学っていうのは、それぞれの大学で、この教授は心理学のこの分野、に強いみたいのがあってそこを重点的に勉強することが多いんですけど私立大は本当に心理学ってたくさん分野があるんですけど比較的どの分野も漏れなく広く学べるっていうのが大きな特徴かなと思います。で、そうですね、例えば今日来ていただいた方の中心理学興味持った理由としてスクールカウンセラーの先生となんかお話ししたことがあったりとかこう存在を知って心理学興味を持ってくれたみたいな方もいると思うんですけど実際例えばスクールカウンセラーとして仕事をするってなった時には教育学校分野の心理学の知識があればそれで働けるかって言ったらそんなことなくてこう医療系の心理学の知識とか本当にどの分野で働くとしても心理学は幅広くいろいろな知識が必要なのでそういう意味では静岡大学は幅広くいろいろな心理学を学べるのでそれがすごく強みかなと思います。はい、とりあえずこれで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。で、この後3時からあの各コース研究室を開いてそこに行ったりすることができるんですけど心理学コースはそれがないので3時以降何かもう少し話聞きたいよみたいなことがあれば僕か彼にあの質問をしてくれれば何でも答えることができるのでまた何か興味がある方はぜひご質問ください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。
社会学科歴史学考古学コースの日本史分野の3年生の広瀬と言います。よろしくお願いします。私からは日本史分野について詳しく説明させていただきます。歴史学とは私たちの過去を探る学問、簡単に言うとそういう感じなんですけど、じゃあ高校の日本史とか世界史とかと何が違うのかっていうのをちょっと説明したいと思います。日本史分野では飛鳥奈良時代からアジア太平洋戦争まで、大体古代から近代近くまでを幅広く学ぶことができて、卒業までには自分の興味のある時代とか地域とか内容を選択して深く学んでいくこともできます。とその過程として古文書とか書籍とかさまざまな文字資料を読解する練習っていうのもしていきます。これは過去の卒業生の研究例なんですけど、平安時代における公領について学ぶ人とか、平安時代の人とか中世の人とかが見る夢に関する研究したりとか、あとは一番下の大正から昭和初期のモダンガル像とか、資料があればどんな研究でもできるので、政治史とか経済史とか教科書で学ぶような通史とかだけじゃなくて、文化史、環境史、メディア史、教育史、ジェンダー史とか自分の興味のある部分だけを幅広く深く勉強していくことができます。なので日本史が苦手って人とかも、私もそんなに通史は得意じゃなかったので点数とかは高くなかったんですけど、その歴史の興味深さとか小説読むみたいな面白さとかも過去の事例からはあると思うので、そういう興味のある部分について深く勉強していくことができる分野になっていると思います。どのようにして歴史の研究を進めるのか、と研究とかは3年生とか4年生とかになってから深く進めていくことなんですけど、歴史興味ある人は読解、論文の読解とかをして研究の今までの研究を知った上で、じゃあ自分がどういう研究を新しくできるのかっていうところを考えていきます。とさっきもちょっと紹介した資料の読解っていうのは、古文書とか過去の人が実際に書いた文字資料っていうのが今でも残されているので、そういうところからリアルな歴史を正しくいろんな視点から捉えていくっていうことを日本史分野ではしていきます。3年生から4年生になると研究室って言って、細かく日本史について学んでいくふうに分かれていくんですけど、そこではその自分が興味ある分野だけじゃなくって、いろんな人と協力、その研究室の中のみんなで協力して地域に残された資料を実際に読み取っていったり、その自分の研究だけじゃなくって社会の中での文化財の保護活動っていう地域社会と連携するっていう経験も日本史分野では積むことができます。そうした成果は大学祭の古文書展でも見ることができて、今年の鈴大祭は11月2日と3日にあるので、もし興味がある方は見に来てください。卒業後の進路としては公務員とか歴史系の教職員、中高の免許は、歴史学コースでも取ることができるので、教育学部よりも歴史に興味があるって人はこっちから進んでもらえるといいかなって思ってます。あとは学芸員とかもあって、歴史とか文化財、地域と関わる仕事がしたいって人にはおすすめです。またさらに自分の研究を深めたいなって人は大学院への進学をする人もいます。最後に、これは今年の 3,4 年生の写真なんですけど、やっぱり学生って勉強ばっかりじゃなくて遊んだりとかいろんな楽しいことも待ってると思うんですけど、日本史分野は上下関係とかも結構縦のつながりとかも増やしていこうってしてる学分野なので、そのご飯会とかがあったりとかお菓子広げたりする場所とかもあるので楽しく研究したりもしてます。ぜひ皆さんを研究室でお待ちしてます。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。
と、歴史学考古学コース世界史分野の紹介をさせていただきます。磯貝麻里奈と申します。よろしくお願いします。世界史分野の紹介内容について、はじめに世界史分野について、次に研究以外のイベント、研究のテーマについて、学びの特徴、卒業後の進路の順にお話ししていきたいと思います。まずはじめに世界史分野についてお話しさせていただきます。世界史分野では世界各国の歴史を研究できます。地域は欧米、アジア、アフリカなど全地域の研究ができます。時代も古代から現代まで全ての時代の研究ができます。活動内容としては、3年時に世界史ゼミに所属し研究演習を行います。この研究演習が卒業論文の元となる研究となります。4年時に卒業演習を行い、そこで卒業論文を執筆していきます。研究以外のイベントとしては、世界史食事会があります。世界史食事会では、世界各国の料理を作って試食会を行い、そこで分野の交流を深めることをしています。今年は古代ローマの料理を作りました。近世オランダの料理を作った年もあります。研究テーマについては、政治史、経済史、文化史など、全然自由になります。過去の卒業論文題目例としては、フランス革命における民衆の考察、ローマ帝国におけるキリスト教迫害の様相と原因、植民地朝鮮における交渉制度と慰安婦、近代の中国人にとっての転職と結婚、19世紀イングランドにおけるフットボールの確立と浸透、近世ヨーロッパにおける猫の表層など、本当に時代も地域もバラバラで、どこの研究でもできるって感じになってます。今の、ゼミだと、私の友達がアメリカの独立期のアイデンティティをやってるんですけど、その文化の面から、逆に私は第二次世界大戦期の爆撃についてやってるので、本当にもう分野がぐっちゃぐちゃなんですけど、本当にどこの研究でもできるので、自分の興味のある分野がある方はぜひ来てほしいです。学びの特徴については、外国語文献の購読が挙げられます。外国語文献の論文を授業内で読むというものがありまして、これによって英語、中国語、漢文などの能力も上がり、他の言語も実質的に勉強することで語学力の向上ができると思います。卒業後の進路については、公務員や教員、地歴教員など、あと一般企業に就く人もいます。大学院にも進学できます。両方ともゼミで培った能力が活かせると思います。最後に、歴史に興味がある、海外志向がある、語学力を高めたい、成長したいという方は、兵学科の世界史分野がぴったりだと思います。紹介してまいりましたが、ここで言い切れなかったこともありますし、よくわからなかったなということもあると思いますので、この後15時まで全体説明があって、その後は自由実感みたいな感じになりますので、その時に、ここの建物の2階に世界史分野の研究室がありますので、そこに来ていただけるといろいろお話ができて嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。世界史分野の発表終わります。ありがとうございました。はい、こんにちは。はい、歴史学考古学コースの、考古学分野を担当します。人文社会科学部社会学科3年考古学分野の保坂と申します。まず皆さん、考古学とは何かご存知でしょうか。皆さんが学ぶ日本史とか世界史とか、そこら辺ではちょっと、なかなか触れられないところではあると思うのですが、文献資料を扱ういわゆる文献史学とは異なっていて、物的資料を扱って過去を明らかにする学問となっています。
まあ、物的資料っていうのが主に2つありまして、この中で遺物っていうものが主に発掘などにより出土した過去の人が残した物的資料。これが、まあ、石器とか土器とか、埴輪とか、いわゆる、まあ、食べかすであったりとか、あと戦時中に残された爆撃機とかも遺物になります。で、あと遺構っていうものがありまして、そちらは発掘などにより出土した過去の人々の生活の痕跡のことで、まあ、縦穴住居とかの住居史とか、堀とか、あと火を使った後の炉跡とか、古墳みたいな墓、ゴミ捨て場みたいなところとか、まあ、あと戦時中の残ったものとか、そういったものが遺構にあたります。で、これらの2つを総合して、遺物と遺構を合わせたものが遺跡っていうもので、いわゆる皆さんのご存知、トロ遺跡とか、古墳とか、教科書に出てくるような大森貝塚であったりとか、そういうものになります。で、そういった様々な意味を持つ遺跡から発掘される資料をもとに、旧石器時代から戦時中頃まで、その時代に生きた人々の生活を探ることができるのが、まあ、僕たちがやっている考古学というものになります。考古学研究室で、まあ、3年生からになるんですけど、やることっていうのが、まず、夏休みの発掘調査。まあ、マリコ沢川古墳っていうものと、行者穴遺跡、浜松にある遺跡なんですけど、こちらでの発掘調査がありまして、本格的な学術調査になります。こちらは、3年生からじゃなくて、1年生からでも行っていただければ参加ができますので、まあ、入学したらちょっと参加していただければと思います。また、あと、考古学実習。というものが授業でありまして、そちらでは石器の実測とか、それをカメラでの撮影で土器の実測とか測量の演習があって、そちらでは学芸員に必要なスキルを実習で獲得することができます。また、ゼミで卒論の作成や発表、院生の方との交流があって、専門的な研究を行う先輩方との交流や意見の出し合いができる環境となっています。ここからは、発掘調査についての写真をちょっと見ていただいて、ちょっとイメージを持っていただければと思います。こちらがマリコ沢川古墳での測量と発掘の写真で、こうやって穴を掘って古墳の形を、判明させようとしているっていう感じで、この水色の服の方が、まあ、この穴を掘る責任の学生で、当日の発掘の進捗についてみんなに説明しているところの写真になります。で、次に行者穴遺跡での発掘調査の様子で、こちらでは、まあ、トレンチ穴を掘って、岩をちょっとどかしたりして、旧石器時代の遺跡の、人の痕跡を探しているという段階になります。で、発掘は、まあ、基本泊まり込みで、基本ではないですね、泊まり込みの場合もあって、まあ、宿舎などでは自分たちのプライベートな、まあ、こんな感じに棒エナジードリンクを並べたりとか自由なことができます。で、まあ、あと温泉に行けたりとか、遺跡から、まあ、富士山が見えてると思うんですけど、こういった絶景を見ることもできます。で、また授業の中で石器の実測っていう感じでやって、これ電気の下でなんか土器を持ってると思うんですけど、これをまあ映すというか実測するとこういった感じの図を作ることができて、これが学芸員としてのスキルになる、なっていく実習になります。考古学研究室で書かれた卒論ということなんですけど、まあ、時代は旧石器時代から中世ま で地域は栃木県や山梨県、静岡県と広範囲であって、まあ、あと、まあ、世界にわたる研究も可能です。で、内容も住居やアクセサリーなどについてなど、多くの資料を使って研究がされてきました。最後に、考古学研究室からの主な進路です。主に、考古学の専門職、各都道府県庁や市役所などの文化財専門職員、あとは博物館の学芸員っていったところに就職する方が多いです。また、一般職、まあ、一般的な公務員とか、まあ、私立大の大学院などの進学、教師になる方や、あと一般就職の方ももちろんいらっしゃいます。で、以上で考古学の、説明を終わります。考古学研究室この後開いてますので、よろしかったらぜひいらしてください。今日も発掘調査やって先輩方が帰ってきているかと思うので、ちょっと聞きたいことがあればいらっしゃっていただければと思います。ご清聴ありがとうございます。これからは交換留学の私の体験について話したいと思います。まず私は文化人類学分野の4年生なんですけど、私は3年生の後期から10ヶ月間台湾の台北科技大学というところに留学していました。で、2022年の後期からで、2023年の6月末に帰国して、3年生の後期、あ、違います、そこからまた3年生の後期として静大で戻りました。
して留学先と交換留学を決めた理由についてはまず私が行った台湾では中国語が公用語なので、まあ、英語だけじゃなくて中国語の勉強もしたかったっていうのと私が入学したのが2020年でちょうどコロナの時期だったので本当に学生時代なんか何かすごい打ち込んだっていう経験があまりなかったので何か一つ自分の頑張ったって言える経験が欲しかったっていうことがあります。あとはあの文化人類学の授業の中でさっきやっぱ当たり前について問い直す学問だって言ったんですけどやっぱその国とか本当に人によって全然文化とか政治が違うので私はその中で特に台湾の文化とか政治に興味を持つことがあったので、まあ、実際に台湾で自分が生活して台湾で暮らしている人の意見を聞いてみたかったっていうことがあります。で留学までの経緯はまず2年生の前期の時に、まあ、同じ英語の授業を取っていた子が留学を考えているっていうことで自分も台湾に留学に興味を持って先生に相談しました。そこから留学をしようって決めてから私は中国語の勉強を全然したことがなかったのでそこから、オンラインで中国の東華大学というところで、まあ、3週間ぐらいのオンライン留学プログラムやっていたのでまずそこに参加して、まあ、現地に行っても多少喋れるぐらいの中国語の基礎を勉強しました。で2021年の後期に台湾に留学に行くことが正式に決定して2022年の後期から静岡大学を休学して台湾に出発しました。留学先でいうと、まあ、アメリカとかカナダとか英語の国が結構イメージにあると思うんですけどその中でも私が台湾を進める理由っていうのが、まあ、気候とか物価人々になります。まあ、気候だと本当日本とあんまり変わらなかったり、まあ、実際は年間を通して日本よりちょっと暑いんですけど、まあ、かなり住みやすいところだと思います。あと物価も結構今私が行った時はすごく円安でかなり大変だったんですけど、まあ、それでも日本より少し高いぐらいで生活ができました。あとは人々が本当にとにかく台湾の人々は優しくて私が中国語全然喋れなかった時も、理解しようとしてくれたのがすごい良かったです。現地の大学生活の様子は、まあ、あんまり中国語を喋ることはなくて、まあ、授業だったり日常会話の8割は英語で留学生向けの授業はグループワークだったりディスカッションが基本です。であと留学生は英語を話せる人がほとんどだったんですけど、まあ、中国語のレベルは本当にみんなバラバラですごい喋れる子がいたり全然喋れない子もいたりしました。で実際の現地にいた時の写真なんですけど、まあ、右の写真は中国語の授業の一環で現地の台湾の高校生と交流することがあってその時に留学生で撮った写真です。左は私が行っていた大学の台湾の学食です。まあ、料金としてはかなり、アメリカとかカナダとかヨーロッパに比べると安かったと思います。まあ、台湾は日本から近いので、まあ、交通費が私がいた時は片道3万円から5万円程度でした。であと寮費は大学の寮にいたんですけど1学期で7万円ぐらいで食費も月3万円ぐらいですけどこれは結構人によります。であと私がかなり助かったのが奨学金制度を利用したんですけど静大の国際交流課っていうところで留学準備金として25万円いただいたのでかなり助かりました。でも良かったこととしては結構その語学のところもそうなんですけど私はそれ以外に、まあ、外国で一人で生きていく力っていうのが身についたことが大きいと思います。あと私普段日本で生活して、まあ、日本人だと結構マイノリティとしての立場を理解することってかなり難しいんですけど実際に私が台湾に行くと外国人として生活していたのでかなり結構こう言葉が通じないことの大変さとか自分の生まれてきた環境と違うところで生活するっていうことの難しさを身をもって理解してできたと思います。あとはたくさんの友達ができて、まあ、日本を好きになってくれたっていうところと、まあ、将来について考えるきっかけになりました。言いたいこととしては、まあ、留学をしたからといって別に話すすごいペラペラになるわけじゃないんですけど、まあ、いろんなことを経験できることとしての選択肢として一つにいいと思います。あと現地への海外留学がすごい経験になるんですけどやっぱハードルが高いと思うので私が実際に行った東華大学のオンライン留学もすごいおすすめです。あとは、まあ、この経験を踏まえて、まあ、大事なのは周りの環境ではなくて学ぼうとする姿勢です。学ぼうとする姿勢があれば別に留学海外に行っても国内でもいいと思います。あとは
その留学したことを直接役立ってるんじゃなくて、別に将来のことを考えるきっかけとして、まあ、留学が一つの選択肢になるのもいいと思います。私は実際に留学に行ってこう海外に行ったことで初めて日本の良さに気づくことができたので、まあ、将来の選択肢として、あの公務員も視野に入れるようになりました。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。